東海おすすめスポットレビューの時間です。今回なんですけど、本当に最近まためちゃくちゃ暑いじゃないですか。そんな中で水遊びに出かけたい人多いと思うんですよね。なのでジャブジャブ池があって、そこでなんと BGM 付きの噴水があって水遊びができるという、まあ毎年行ってるんですけど、碧南臨海公園に行ってきたのでレビューしていきたいと思います。前回の動画で次回の動画は岐阜城ですってまた言ってたんで、それもまたさらにガン無視しちゃうんですけど、まあ暑いでしょうっていうことでやっていきたいと思います。ほんと碧南臨海公園の本当にいいところっていうのは、ジャブジャブ池で音楽が流れる噴水があるんですよね。音楽って言っても童謡とかじゃなくて今時の最近の曲なんですよね。曲リストが公式ページに公開されてたんで、それも後ほど紹介していきたいと思います。これもまた前回に引き続いて Google Earth で、ズームアップしたいと思います。ここですね、碧南なんで、愛知県の人はわかると思うんですけど、碧南は海のそばです。別の動画で紹介してるんですけど、明石公園とかあの辺の近くですね。これ遠方からもアクセスがいいですね。産業道路を通ってくるような感じですね。碧南臨海公園で、まあ、何で遊ぶかって言ったら、まあ、目玉はこの噴水ですね。噴水のあるジャブジャブ池と、あとこの芝滑りができる滑り台と、あとでかい芝生広場です。まあ、住んでるところにもよると思うんですけど、まあ、程よく、まあ、遠隔地ということで、まあ、到着した時は毎回あ着いたっていう感じで、まあ、ちょっとした達成感もあると思います。止めるべきなのはこの第三駐車場っていうところですね。行き方は後ほど説明したいと思います。もういきなりこれメインの大噴水っていうところ、これ確かこの映像は平日だったと思うんで人がちょっと少ないですけど、音楽これ聞いてみてもらうと、ホワイトベリーの夏祭りですね。ちょうどお父さんお母さん世代の曲ですね。ちょっとここでアクシデント発生なんですけど、 YouTube の著作権に引っかかっちゃうんで曲流せないんですよね。なのでこの BGM ずっと流しっぱなしにしておくんで、後ろの方からうっすら聞こえるホワイトベリーを楽しんでいただければと思います。噴水の映像に飽きた人は4分50秒ぐらいまでスキップしてもらうといいと思います。最大15メートル吹き上がるそうです。ASMR の要素も混ぜつつ、水しぶきの音の癒し効果です。碧南臨海公園のこの噴水をここまでたっぷりお届けしてるのはこのチャンネルだけですね。こちらが
公式ページから引用した曲一覧です。もう全部で20曲ありますね。1曲目の元気っす壁なんてちょっと、まあご当地の曲だと思うんですけど、2曲目の新時代とかはアドですね。ワンピースですかね。ピカピカブーっていうのは、おそらく NHK の E テレの曲、何度でもとかはドリカムですね。おもちゃのチャチャチャ、アンパンマンのマーチ、ちっちゃい子向けですね、これ。グレンゲ、言わずと知れた鬼滅ですね。ウルトラソウル、ビーズ、花火はミスチルですかね。お父さん世代ですね。ホムラーとか、これも鬼滅。栄光の駆け足、ユズ、アイラブ。これいきなりヒゲダンですね。散歩、ジブリですね。情熱大陸オープニングテーマ。バラエティに飛んでますね。ベラマチ小僧の歌。わからんですね。奇跡グリーンですね。レッドイットゴー。これ穴雪ですかね。桜。これ桜いっぱいありすぎて、ちょっと聞いてないんで、森山直太朗か、なんか誰かいましたよね。誰でしょうね。夏祭り。これがさっきのですね。ホワイトベリー。夜にかける。これ夜遊びですかね。この辺は特に新しいと思います。何時に何の曲をやるとかっていうのが、それもスケジュールで公式ページに出てるので、またこれ概要欄に貼っときます。まあ、ペットとかおむつの小さい子はちょっと入れないって感じですね。でもう一つの目玉がこの芝滑りですね。備え付けで、ね、ソリがあるのでそれで滑るっていう感じです。またこれ景色がいいんですよね。実際に滑ってみた映像です。実際に体験する映像っていうのがこのチャンネルのいいところですよね。ソリを滑りやすくするために洗剤も設置されているので、すごい良心的ですよね。サムネにも使いましたが、このクジラのモニュメントがシンボルって感じですね。このクジラの池から小川になっていて、さっきの大噴水のところにつながっているような感じですね。この川のほとりにテントを立てて陣取るみたいな、そういう人が多いですね。昔から人類っていうのは川の周りに生活するっていう、そういう特徴があるみたいですね。実際にちょっと小川を歩いてみたんですけど、やっぱり気持ちいいですね。夏ね、公園といってもなかなかこういう小川がある公園、噴水がある公園で遊べるようなところってあんまりないんで、これは本当におすすめですね。やっぱり水辺に人は集まるという。まあここは木も生えてるんで、木陰もあるんで、ちょうど、ね、過ごしやすいような感じになっています。この映像は休日に行った映像なんですけど、やっぱりすごい人がいますね。まあ、半日は過ごせちゃう感じですね。お弁当を持ってきてもいいですよね。芝生広場は 1.5 ヘクタールあるらしくて、そのサッカーコートがすっぽり入るぐらいの大きさです。個人的に好きなのがこのアクエリアスパークリングって言って、大きい公園のコカ・コーラの自販機に結構あるんですけど、この碧南臨海公園にもあって、これ絶対買っちゃいますね。まあ、最後に、まあ、行き方というか、まあ、入り方について説明しようと思います。これ今回動画にしようと思って、まあいろいろ調べてたんですけど、第3駐車場っていうところですよね。止めた方がいいのは第3駐車場ですね。第3駐車場に行くのに、今までちょっと間違った行き方してて、その産業道路から1個入って、住宅地の方に入ってから行ってたんですけど、産業道路に碧南臨海公園って道路に面してるんですよ。なので産業道路から直で入れますね。これはそのこの Google Earth で分かったんですけど、今までちょっとややこしい入り方をしてたんですけど、産業道路から直で来れますね。これは入るのにちょっと交差点を見てほしいんですけど、まあちょっと名古屋の方から来た場合、この赤ちゃんの看板ですね。未来へゴミ、まあ、なんとか書いてあるんですけど、未来へゴミのない道路をっていうのがあって、そこを過ぎたら、こうずーっと来て、左に入っていくと、そうですね、まあ、そういう感じで、あの赤ちゃんの
看板、あれが見えたらもうすぐだよと、駐車場入るとこあるよと、そういう感じで入っていくのがいいと思います。まあ、それで第3駐車場に行くっていう、そういう感じですね。それではまあ毎回当てにならない次回の予告なんですけど、まあ、この水遊びつながりで本当は教えたくない川の穴場スポットがあるんですけど、これ本当に教えたくないとこなんで、まあ、動画にしようかちょっと迷ってはいるんですけど、まあ、今年も行ってこようと思うので、本当は教えたくないところなんで、ただ過去の動画で出してた気もするので、ちょっと探してもらえたら出てくるかもしれないです。まあ、そんなところで、ぜひチャンネル登録して待っていていただけると嬉しいです。それではまた。